映画監督川島雄三。若干45歳でその生涯を閉じた映画界の異端児。初期の軽妙な風俗喜劇から銃喜劇、そして叙情的なメロドラマと作風は多岐に及び、独自の世界を確立。衛星劇場では現存する松竹、日活、東宝、大映の全50タイトルを18ヶ月間にわたって放送。生誕100年記念、監督川島雄三の足跡、全作放送。この縁談壊してほしいの。わがまま社長令嬢に振り回されるがむしゃら野球部員。行きましょう。鶴田浩二、佐田啓二の2大スター主演のハイカラロマンス、天使も夢を見る。一人の記者をめぐって三人娘が巻き起こす大騒動。うちの方がいいかな。津島恵子、生野美智子、小林俊子、川島流ライトコメディ、適齢三人娘。え、わー、ごきげんよう。通称とんかつ大将、亀の子横丁の相談へ。長屋の取り壊しを目論む悪徳弁護士にとんかつ大将が立ち上がる。とんかつ大将に佐野修司、恋と涙で巻き起こす下町人情劇、とんかつ大将。18ヶ月連続企画、監督川島雄三の足跡、全作放送。今後もご覧のラインナップが登場。映画界の異端児川島雄三作品をぜひご堪能ください。